直参旗本出身の柴田江森が流派の中高の祖と言われております。鞍馬流の木刀の形はハマグリ刃の太い木立ちを持って行い、気迫に富んだ発声を持って演舞するのが特徴です。富山流抜刀道は旧陸軍富山学校において作成された軍刀刀法である。大正14年に当選の実践体験に基づき、各流派の古武道刀法から5本取り入れ、分かりやすく組み立て、それに試し切りを加えて作成したのが始まりであり、基本的に立ち技刀法である。Yeah!
第2会場、富山流抜刀堂のご演舞でございました。続きまして、第2会場、荒木流拳法のご演舞でございます。さださん、いいですよ、まだ。さださん、まだいいですよ、休んで。